漏電火災警報器とは、消防法により定められた、消防用設備の一つであり、漏電を検知し警報を発報する装置である。ラスモルタル仕上げの木造建築などで、電源に引き込み口貫通部の絶縁が破れ、そこから、ラスの金属部に漏電すると、ラスの電気抵抗による発熱により、木造部分が加熱されることで、火災発生の原因になる。 漏電火災警報器は、このような火災を予防するため、漏電が発生したら、自動的に警報を発報し、関係者に放置するための設備である。変流器と受信器から構成される。原理や構造は受電設備に用いられる例、小変流器と同じであり、外形も似ている。受信器は、定格電流60アンペア以下の電力線のみに、使用するものを二級。 その他のものを一級としていたが、消防法の改定に伴う2013年の企画改定によりこの区分はなくなった。漏電火災警報器は、消防法施行令第7条第3項、第2号において、警報設備の一つとして、設置基準、技術基準等が規定されている。キュービクル内に設置された、漏電火災警報器上の受信機と体になった、変流機。 キュービクル下部に設置され、中性点設置線が貫通している。漏電火災警報器の設置基準は、消防法施行令第22条各項において規定されている。おおむね、壁、天井、床などの下地が純不燃材料以外の材料で構成され、その上に金網を張った構造の建築物が設置対象になる。通常の防火対象物であれば、 そのような構造であっても、設置義務があるのは、延べ面積がある程度大きい建築物のみである。ただし、特別防火対象物を除くであって、かつ、契約電流容量50アンペアを超えるような、対象物においては面積に関係なく、設置義務がある。また、消防法における、防火対象物に集合住宅以外の一般の、個人住宅は含まれていないため、 個人住宅においては、漏電火災警報器の設置義務はない。なお、消防法における設置義務はないものの、マンションなどのキュービクル内に絶縁監視を目的として、漏電火災警報器が設置されることもある。また、装置の技術基準については、漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める、省令で規定されている。 自動火災放置設備などの消防用設備には、技術基準を満たした装置を認定するための、形式検定制度があり、検定対象となる設備は、消防法で規定されている。以前は、漏電火災警報器も、形式検定の対象機器であったが、消防法の改正により、2014年4月1日を、もって、自主表示品に移行した。 自主表示品としての規格に適合している、胸の表示がない漏電火災警報器を販売、工事使用はできない。形式検定等の業務は、警報器のメーカーで構成される、漏電火災警報器工業界によって行われていたが、2005年に漏電火災警報器工業界が解散したため、これらの業務は、日本火災放置機構業界に引き継がれている。法律上、 漏電火災警報器を設置が義務付けられている防火対象物では設置工事、点検などに際して通常の消防用設備と同様に所轄の消防署に工事計画書や点検結果報告書を提出することが義務付けられている点検は特別防火対象物においては年2回それ以外の対象ものは年1回行うことになっており点検、整備には 消防設備士をつ種第七類の資格を持つ者が当たらなければならない。なお、設置については第二種電気工事士以上の資格が必要である。設置のための細木は消防法施行規則第24条の三角項に規定されている。点検においては外観目視による点検の他に動作試験が必要とされる。動作試験は 受信機の変流器信号入力端子に動作試験電圧を加えることで行う。漏電を検知する原理は漏電遮断機と同様であり、回路的に大きな違いはない。しかし漏電遮断機が漏電の発生を検知したら、電源を遮断することを目的としているのに対し、漏電火災警報器は警報を発することが目的であるため、漏電を検知しても、 電源を遮断する必要はない。もっとも、漏電火災警報器により漏電が検知された時、同時に電路を遮断する動作をさせることは、技術的にも、法律的にも可能である。しかし、漏電火災警報器の交渉作動電流値は2 0 0 m a ア以下という比較的大きめの値に規定されているのに対し、漏電遮断器の主な目的は、感電による、 損傷の防止であるため、交渉作動電流値は、おおむね数十ミリアンペア以下である。したがって、遮断機のお付き漏電火災警報器を、漏電遮断機の代わりに使うことはできない。また、漏電遮断機の技術基準や、設置基準が電気用品安全法や電気、工事手法などに準拠しているのに対し、漏電火災警報器は、消防法や消防法施行令 消防法施行規則などに準拠している。両者は設置基準や技術基準などの準拠する法律自体が異なっているため、法律的にも兼用は不可能である。また、漏電リレーを漏電火災警報器として使用することも不可である。ただし、非常電源回路に必要な漏電警報装置として漏電火災警報器を使用することはできる。 関東大震災以降、日本では、防火構造として、ラスモルタル外壁が増加したが、これにより、漏電火災も増加した。このため、現在の漏電火災警報器に相当する、電気火災警報器が発達した。これは漏電遮断器の発達に先立っていた。1960年代の日本では、第二次世界大戦後に建てられた、管理建築が、相次いで老朽化し、 漏電や火災が相次いでいた。そのような時代背景において、1961年の消防法施行令の交付により、メタルラスモルタル建築に電気火災警報器の設置が義務付けられ、1964年1月には警報器の検定も義務付けられることになった。検定された機器の台数は1964年には9845台だったが、 1965年には93,367台、1966年には223,121台と、法制化により、需要が伸びたため急激に増加している。しかし1967年頃にはすでに、供給過剰になっていた。最盛期には、年20万台以上生産され、2004年までに、累計で220万台以上生産されている。 しかし、その後は、生産が減少し、2003年には年間生産が3万台程度になっている。また、消防法で義務付けられた、ラスモルタル建築だけでなく、その他の電気設備にも漏電監視の目的で使用が拡大している。ありがとうございます。